皆さんこんにちは、はるです。今回はですね、車載動画撮ってないんですね。写真もあんまり撮ってないんですよ。で埼玉県から長野県に向けての林道散策をしてきました。結果的に3本走ったんですけれども、こちらには動画も画像も撮っていないんですが、最後に走った八ヶ岳林道、こちらがまあまあ楽しめましたね。はい。でやっぱり連休中もあってめちゃめちゃ、混んでました。はい。で最後にですね、横川サービスエリアですか、そこでこちらの秋バージョンの、峠の釜飯まあこれが食べたくて、小海とか野辺山とか向こうの方にいたんですけれども、一度、上信越道に乗りまして、横川サービスエリアでこちらの秋バージョンです。美味しかったですよ。通常の釜飯よりもお値段がちょっと倍近くするんですけれども、これはまた食べたいですね。秋バージョン、土日限定だそうです。はい。それでは、短いですけれども春でした。ありがとうございました。さよなら。バイバイ。